みなさんこんにちはサクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです今日のテーマは心配症についてです皆さんは心配症な性格ですかそれとも友達とか家族に心配症な人はいますか 私は少し心配性です。例えば旅行に行く時とかは家を出た後もずっと何か忘れ物してないかなというふうに気になってしまいます。で、しばらくはずっとあれ持ったかな他何か忘れてないかなと考えて 心配になってしまいまいすですが自分の気持ちを落ち着かせるためにまあ忘れたとしても本当に必要だったらその旅行先で買えばいいやと思うようにしていますその行く場所に人が住んでいる限りお店はあるのでまあ最悪買えばいいかな と思ってて自分を落ち着かせていますやっぱり心配性だとうん気持ちに焦りが出たりあとは心に負担になったりしますなので直したいなというふうには思うんですけれども こればっかりは正確なので仕方ないかなとも思っています。ただ一つ対策としては準備をしっかりするということがあります。心配になるんだったら出かける直前に心配しなくていいようにきっちり準備をする。こうすることでまあ少しは 心配なな気持ちを抑えるることとができているかなと思っていいか思っますもしね、このポッドキャストを聞いてくれている人の中に心配性な人がいれば、ぜひ、何かこんなことしてるよとか、そういう方法を教えてほしいなと思います。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またね。